皆さんは海上自衛隊が誇る US2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US2 救難飛行艇が海上自衛隊に8機目の納入を果たした。今回はそんな US2 救難飛行艇について詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より通算で8機目にあたる US2 救難飛行艇が海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は日本において海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇るものだ。これは世界でも最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、 巡航時でおよそ 470km、 航続距離も 4700km に達する。この US2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が 280m で、着水距離が 330m、 着水可能な波の高さも 3m と、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が 808m で、着水距離が 665m、 着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差は顕著に現れている。このような高性能な US2 救難飛行艇だが、残念ながら海外での採用例はない。というのも、US2 救難飛行艇は生産数が少なく、1機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も容易に購入を決断することはできないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B200 飛行艇の方が、1機あたり75億円で安価と言える。性能は大幅に劣るものの、コスト面で、B200 飛行艇に、軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドは、もともと、ロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに日本の US2 救難飛行艇が高性能といえど、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、 B200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは西側諸国のようにロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US2 救難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US1 飛行艇を踏襲している。この US1 飛行艇も、同様に明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。
US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に、新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式はすぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の手法が標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしている。だからこそ海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製のの P-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに同機は、川崎重工業社がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを、海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。これにより、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか販路の開拓を行いたい様子だが、やはり海外輸出の壁は高いようだ。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発された US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争までこれらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、錦太艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静臣氏を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静臣氏が開発したのは、錦大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び市電海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。錦大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から
叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この期待に応える形で、97式飛行艇を送り出し、1936年に、大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された、97式飛行艇は、4発の機関部を備えた、大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが、2式大型飛行艇というわけだ。2式大型飛行艇の初舷は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となっており、最大で時速およそ 470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は、海上保安庁の大型巡視船である、黎明型について、詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である、黎明型巡視船の2番艦、あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は本所に1番艦でネームシップの黎明と共に、暁が配備されており、今後とも、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で、重要な役割を果たすことは、疑いようのない事実である。ここで、黎明型巡視船の初舷について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力を発生する。ディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。
しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく、暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された、秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では、前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は、防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も、格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載する、スペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦である、マヤ型の初舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量12250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、暁は、その6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は、敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して、設計や構造的に、高額になることは、仕方のないことだ。だが、特に、マヤ型においては、イージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も、他の大型巡視船と、同じように、艦尾に、大型のヘリである、スーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも、平時は1機のみを運用し、任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプター、スーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が、2000年に開発したものである。全長 19.50m、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は、一般公募の中から採用された。今回採用されたのは、青鷲という名称であり、これは、南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである、青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには、南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊において、
スーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団、特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは、通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う、機体としても活用されているとのこと。また、陸上自衛隊に納入されている機体には、いくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。IR サプレッサーというのは、エンジン排気口からの排熱を抑えて、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように、様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は、突出した9機という数である。巡視船以外にも、各陸上拠点での運用が行われており、今後とも、活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来、中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように、警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら、2017年以降は、着々と武装警察といっても、過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と、なんだ、遜色ない武力を所持している家用。確かに、米国沿岸警備隊も、米軍の一部であることを考慮すると、脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海峡法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海峡局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が、共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により、日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から武力行使を行うこともできない。つまり、もし中国海峡局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については、
慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし、仮に、海上自衛隊の艦艇を投入し、中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと、本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法において、しっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。海自潜水艦の必要な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦欧竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。非核三原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きんでているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴って、フランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も、潜水艦で、尖閣周辺を先行しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年、平成30年、1月、宮古島、および、尖閣諸島の一つである、大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を先行しながら、日本領海に侵入していたのが、中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては、写真はほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸言も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇と共に、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。
これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は必要ないでしょう。尖閣諸島は日本と中国が領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけで、ニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺五天でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小球と呼ばれている。093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小球は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原潜が公海でなぜ浮上した上に国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが、最大にして、最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に、自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも、様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小球原潜が浮上し、
国旗を掲げた理由として2つが考えられるとしています。1つ目は日本へ尖閣諸島の主権が中国にあることを主張しようとしたという説。2つ目は日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので仕方なく浮上し身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは東西冷戦終結後に中国が対アメリカ防衛線と勝手に北九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾にはことあるごとに恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは中国とアメリカ両軍の潜水艦が年がら年中潜航行動を展開していると言われている海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちにアメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし。しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のオトモンが完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、昇級は本当に最新源泉か？オトモンというのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、オトモンデータがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げる必要はない。あそこは公海だったのに浮上したり、国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり、全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う、日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに怒りを感じた人さえいたようです。